どうもお酒は立ちになってかまさやんです。こんばんは。はい、今日も49飲んでおります。はい、昨夜は、はい、我らが広島東洋カープですね、見事セリーグ優勝ということで、私もね、焼き鳥ね、行きつけの焼き鳥の、まあ、カープ居酒屋みたいなとこあるんですけども、まあ、そこで応援しておりました。はい、2日間ねちょっと足踏みして、で僕も前日夜勤で、ね、決まらなかったことに対してね、まあ、逆にちょっと自分の優勝する瞬間はねちょっと飲みながら暴れたいなーって思いがあったので、はい、まあ、それがね叶ってよかったかなと思います。本当すごい人で、ちょっと本当にってちょっとハイタッチは今回はちょっとできなかったんですけど、飲みすぎてできなかったんですけども、はい、みんなでね、ワイワイやりながらカープの優勝をね祝福できたってことは良かったと思いますが、本当ね、CS 去年負けてるので、CS から、突破して、新井さん言ってましたけどね、新井さんのね、あの中締め面白かったですけども、はい、その日本一になっていただきたいなと思っております。はい、今日はちょっとねいろいろ、まあこの後、まあ、動画の関係の、まあ、用事もあったりして、本当はね、広島の街中では飲食店も結構優勝セールというんですかね、お酒一杯無料とかね、あのかなりの割引が、キャンペーンみたいなね売ってるみたいなんで行きたかったんですけどね、まあちょっと今日はおとなしくしております。はい、で第三国志、第三国志、まあ1サーバーもなんかもう、戦争なんですけどもね、ぐちゃぐちゃで分かりません私も。はい、ちょっと5連のレベリングを予約できるようになったんでね、あの5連47レベルですか今ぐらいですね。22サーバー落葉決定戦中でございます。日々ね、投げては即入院みたいな日が、続いておりますけれども、ちょうどね両毛先生が、22様当たって、2日ぐらいでね、まあ、ちょっと連兵とか経験値を買いまくって2日ぐらいでレベル40代に到達したので、ちょっと星4リクソンですか、星4リクソンがまだちょっと育成間に合ってないんですけど、まあ、新楽周遊、両毛ですか、ちょっと回してますけど、まあ結構ねカンスト相手にもそこそこいい戦いしてるんで、まあ悪くないのかなと思っております。はい、で42サバです。今日はね42サバの画面ですけどなんかどうぞ、どうやら戦争の足跡が近づいてきているということで、この一軍のね核ガタイゴ老職、はい、レベル46です。でレベルがね、やっぱ上がりづらくなってて、46か47が198万680ということで、まあ今の S4 に比べたらもちろん S4 なんて、350万でしたっけ、はい、それくらいいるので、ね、あのシーズンをごとに、取得経験値はどんどん上がっていくのでレベリングがね大変になっていくんですけど、まあ、シーズン1はねかなり上げやすいので、まあ、あと1週間もあれば完走できると思うんですけど、まあちょっと戦争が始まったらねレベリングできなくなるので関数はしばらく お預けかもしれません。で2軍ようやくね、2軍の育成に着手しております。昨日落葉大火のね札が出て、そこからトータがポロッと出現したので、バート、コージュン、トータクという形で、まあ牙なんで、ね、速度は146なんですけど、まあ、トータクとコージュンのね向上値が高いので、向上105ということでね、まあうん、まあ殲滅でもオセロでもまあ使えるということで、これはね2軍としてまあそこそこ強いですね。はい、そこそこレベル6土地ぐらいなら普通に抜いちゃうので、まあ、この2部隊でやっていこうと思います。はい、はい、で今日はちょうど、まあ、カープも優勝して、うん、まあちょうどっていうのはおかしいか、でまあ、YouTube の活動も来月でちょうど1年になります。10月の中旬ぐらいからかな、うん、初めて1年ぐらいで、またあのチャンネル登録者数もちょうど1000人間近と
いうところまで来てますので、今日はちょっと YouTube のことについてお話ししようと思います。はい。で、最近ね、 YouTuber に、まあ、なりたいとかやろうかなとかっていう人が、まあ、始めた人も多いし、なんかそういう質問が多いので、はい、ちょっとね、どんな感じなのかなということをお伝えしたいと思いますけど、まあ、お金の話を言えば、まあ、YouTube の収入の規定というのが、まあ、今年に変わってまして、今まででしたら、その1万再生でね、自分の再生数、総数が1万超えれば、その収入の審査に出して、その審査が通れば、晴れてね、お金が入るというシステムだったのが、厳しくなりまして、登録者数1000人。で、過去1年でしたっけ、半年か、ちょっと忘れましたけど、忘れしましたけど、再生時間が4000時間。総再生時間4000時間超えないと、その収入の審査すら出せませんよ、ということでございます。まあ、時間的には僕、月3000から4000、月ベースで超えてるので、まあ、それは全然クリアできてまして、はい。登録者数もあと40人ですかね。40人いけば、まあ、審査に出せるという段階ですので、今はね、私は1円ももらっておりませんのでね。で、まあ、あとは1000人超えたらね、スーパーチャットとか、いわゆるライブ配信の投げ銭システムですか。まあ、ああいうのもまあできるらしいですね。はい。で、ですので、まあ、それまで、審査出して、まあ、承認ね、得るまでは、まあ、ひたすら地道に、動画を作ってね、上げて、登録者数と再生時間を上げていくしかないということでございます。で、ね、有名人とかならもうすぐね、芸能人とか YouTube チャンネル立ち上げましたって言えばね、すぐ何千何万何十万っていうね、登録者数ができるんでしょうけども、まあ、私みたいな無名の、ね、人間が始めるとなるとね、なかなかこういう YouTube もハードルは非常に高いということでございます。僕はね、もともと、まあ、相当閣下シリーズ、今は消しちゃってるんですけど、まあ相当閣下シリーズ、ちょっとね、同盟内の盛り上げようということで作ったのきっかけで、まあそこからやってみようかなと思ったんですけど、まあ、ゲーム実況をやるんでしたら、まあこういう、なんでしょう、僕だったら、まあ大三国志ですけど、まあ三国志好きで、まあ好きでね、初めてるゲームなんですけど、まあ、好きなゲームをやるのはいいと思うんですけど、やっぱり今モンストとか、例えばこういうまあ超人気ゲームというのは、まあ超大手のね、YouTuber も入り込んじゃってるので、なかなかそこと戦うっていうのも非常に厳しいと思うので、まあなんかゲーム実況やるんだったら、僕はなんか、まあ、新しい新作で、まあ、自分の好きなジャンルでなんかそこそこなんか人気が出そうだなみたいな、どっからピックアップして始めてみて、なんか良さそうだったら続けていくっていうのがいいんじゃないかなと思います。はい。まあ、最近 YouTube ね、なんかやってみたじゃ、モノモースじゃね、いろんな商品紹介、まあそれは案件かもしれませんけど、いうね、いろんな、まあ、形が出来上がってるので、まあ、自分なりにやってみたらどうかなと思います。僕もまあやってみたとかは嫌いなんでないですし、まあ、モノモースはまあそんな悪くはないかなと思うんですけど、喋るのは、まあ、そうそう好きなんでね、まあ、今後どうしようかなって僕ずっと考えてたんですよ。なんかそういうリアル系の方でね、なんか動画シリーズ作ろうかなと思ってたら、まあ、酒しかないので、なんか酒の紹介なんかまあそういう系の動画でも作ろうかなと、思いますね。まだちょっと、まあ、チャンネル登録1000人超えてからいろいろまたね、変わるので、まあもちろんね、そのお金のいいことを言っちゃったらもういろいろなんですけど、まあそういった面も含めて、まあ、1000人超えてからいろんなね、新たな動画っていうのもね、考えていきたいと思います。で、まあ、やりたいですよって人、まあ結構多いんですけども、まあ一つは続けることですね、とにかく。毎日動画本当は上げてる方がいいと思うんですけど、僕もなかなかリアルも都合でね、忙しいし、酔っ払うことも多々あるので、2、3日に1本のペースで、今何本でしたっけ、160本くらいしかちょっと確認してませんけど、自分の動画をね、くらい出してるので、まあ、2、3日に1本のペースはなんとか守ってできたかなと思います。まあどんなにしんどくても、まあね、それぐらいは出さないといけないのかなっていう、 YouTuber としてね、ちょっとやっていきたいという人はね、先
最低限度ですね、そこら辺。あとはまあメンタルでしょうかね。僕のコメント欄で見ていただいた通り、過去ね、まあ、叩かれたりすることもありますし、ごちゃんでもね、一時ごちゃんもちょいちょい読んでたんですけど、まあ、ごちゃんでも書かれたりしますし、まあ、SNS やね、ゲーム内の手紙等々でもね、ああだこうだ言われるんですけども、まあそこへ耐えうる、まあメンタルというか、まあスルーすればいいと思うんですけど、うん、まあそういった部分がちょっとね、まあ強いというか、そこへスルーできる、耐えるっていう人でないとね、どんどんチャンネル登録増えて、再生伸びてきたら、まあそれなりにね、そういった、まあ、アンチというのかな、うん、そういう人もたくさん出てくるので、うん、まあそういった面でね、大丈夫と。いう方は目指されてみてはいかがでしょうか。まあコメント欄ね、消したり、コメントできないようにも、まあ設定もできるので、まあそういうこともね、うん、まあ一つの YouTuber としてやりたいという方は、考えとった方がいいと思います。はい。で、まあ私まだね、1000人到達しないと、まあ弱小中の弱小、まあ、YouTuber なんですけどね、まあ、初めから10万人、100万人いる人なんていないんですよね。初めから強かったわけじゃないだろうって、斎藤はじめにね、相良佐之助が言う言葉があるんですけども、ルロニケンシンですけど、まあ、そうなんですよ。みんなゼロがあったんですかね。ゼロから、うん、始めてるわけですから、はい。まあ、共に、まあ、第三国志系でね、やりたいっていう方だったら、いろいろ僕もね、ご協力できることあると思いますし、はい。共にね、盛り上げていければと思います。はい。ということで、はい。まあね、自分の身に何かない限りは YouTube を続けていこうと思いますんで、今後とも応援のほどよろしくお願いします。ということで、お酒は二十歳になってかませんでした。ありがとうございました。